もう私はアメちゃん持ってないんすよね。同じかな。一緒。皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2022年10月31日、月曜日の午後5時11分です。ただいま、アイラ島ではハロウィンのイベントを開催しています。夜12時までの予定となっておりますので、仮装やお菓子集めを楽しんで、良いハロウィンをお過ごしくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。しずえさんも帽子かぶってる。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。なんかもうあれやね、すでに怪しげな音楽が聞こえてきよる。怪しげな格好してるやつがなんか言えるけど、今日はねハロウィンなんでね。あ、角つけとる、かわいい。アイラさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは風の噂で聞いてましたよ。なかなかお話できなくってちょっと寂しかったです。たふん。おお、何急に。アイラさん、ハロウィンのお祭りでお会いできて嬉しいです。でもお気をつけください。地上をさまよう人々にはアメちゃんをあげないといたずらされちゃうんですよ。ということで、私も。いたずら？かわいい。トリックはトリート。アメちゃんをくださらないといたずらしちゃいますよ、たふん。丁寧。どうぞ。でも私3つしか持ってないんよ、それがね。はい、どうぞ。わー、皆さんありがとうございます。さて、アメちゃんをくださったことですし、お返しにハロウィンのガーランドを差し上げちゃいますね。壁に飾るやつよね。良いハロウィンを、ダフン。イェーイ、やったね。おお、びっくりした。かわいい、めっちゃ似合っとる。角の色が違うね、また。トリックアウトリート。いたずらされたくなかったら、今すぐアメちゃんを出しな、だってね。あ、今日勝つ。勝つあげされてく。はい、アメちゃんどうぞ。美味しそうなアメちゃんだね。ありがたくもらっとくよ。そうそう、うちも渡したいものがあるんだ。ハロウィンに持ってこいの。ハロウィンテーブルセッティングだよ。え、絶対かわいいやん。あ、あれか、テーブルの上に置くやつかな。今夜もテンションぶち上げようね。あの、なんかランチョンマットみたいな敷いて上に置いとるやつやね。みんな角なんだね、かわいいんですけど。あ、体は包帯や。トリックアトリート。アメちゃんをくれなきゃいたずらするぞの心。まあ、でも私もね、あの、頭はカボチャかぶっとるけど、体は、あの、ヴァンパイアの服なんやけどね。これあげる。でもって、ズボンはカンフーなズボンっていう。めちゃくちゃ。なんだ、ちゃんと準備してたのか。オイラの渾身のいたずらでびっくりさせたかったんだけどな。悲しげな笑顔。それじゃあお返しに、ハロウィンのラグをやるよ。ハロウィンにぴったりだろ？ありがとう。てか、あれですか、相変わらず外にラグは引けんのかな。えへ、ハロウィン万歳な心。やっぱさあ、ピクニック的な感じにできたらいいなと思うんやけど。どう？試験かな。全然試験かった。掘り捨てただけやった。くそ。もしかして今日もアメちゃん変えたりする？ちょ、見とこ見とこ。かわいい。これは、でもさ、これってさ、キツネとタヌキってことよね。片方そのまんまでよくね。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店。ようこそ。ようこそ。なんか買えそうな気がする。買おう買おう。戸棚の商品をご覧になるのですね。必要なものがありましたら、お持ちくださいませ。ませ。おー、買えた。よかった。一日一個じゃなくしてくれんかな。もうそしたら成立せんか。無限に買えたらね。ありがとうございました。ました。あざす。今日はいいものは。ああ、どうかな。まあ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 、とりあえずこれで。ありがとうございました。ました。耳そのまんまの方がよっぽどいい気がするけど。まあでも帽子かぶっとる件こそ可愛いっていうのもあるんかな。あ、たぬきマイレージプラス。住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。他は？で、あ、こだわりインテリアで充実ライフ。インテリアにこだわれば自分だけのお気に入りの空間をどんどん演出できるだろうも。皆さんの充実した暮らしづくりを応援するため、室内の家具の数に応じてマイルをプレゼント中。
室内の家具なんか増やしたっけ肩書き持ってるインテリア好き、たぬきマイル5000マイルゲット。あ、一応なんかあの何やった、匠さんたちのさ写真をリビングに飾ったよ、壁に。あ、パンプキン、パンプキンやって、パンプキング見て見て今年はなんとなくハロウィンっぽい感じにしてみた、可愛くないどこだパンプキング、いたいた、私の方がでかいんだな。トリックアトリート。ほう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 。私はハロウィンの王様パンプキング。今日は年に一度のビッグイベント。待ちに待ったハロウィンのお祭りかぼう。ああ、この日をどれだけ楽しみにしていたことか。君、なかなか見込みがありそうかもね。特別に私のしもべにしてやるかぼ。嫌だ。あにゃ、なんですとなんか、ライティングが。もしかすると聞き間違いかもね。もう一度言うかもよ。君を特別に、この私、パンプキングのしもべにしてやるかも。感謝するかも。絶対嫌。はぁ、まったく強情な子だかもね。もういいかも。ただし、次私に逆らったらとんでもない目に遭わせるかもよ。肝に銘じておくかも。とまあそれは置いといて、とにかく君にお願いがあるかも。私は甘い飴ちゃんが大好物なんだかも。君にはその飴ちゃんを持ってきてほしいかも。代わりにいいものと交換してやるかもよ。お、君は飴ちゃんを持ってるみたいかもね。トリックはトリート。さあさあ今すぐその飴ちゃんを渡すかも。はあどうぞ。はーい、いただきます。かぼちゃの中身はどうなっとんやろ。もうこれ自体が顔なんかな。ごちそうさま、おいしかったかぼ。それじゃあ約束のご褒美かぼ。今回は大サービス、パンプキングフェイスをあげちゃうかぼ。え、これじゃね、今かぶってるこれじゃね、上出来かぼ。さあこっからが本番かぼよ。種類が違ったりするかな。次は私の大好物中の大好物、ロリポップを持ってくるかぼ。そうすればさらにスペシャルなアイテムと交換してあげるかぼよ。感じるかも。ロリポップはズバリ外にいる誰かが持っているかもよ。外にいる子にアメちゃんを渡していけばきっとそのうちもらえるはず。本気よく探すことが大事かも。私はこの辺をブラブラしてるから、ロリポップを見つけたら声をかけてかも。それじゃ頼んだかもよ。アメちゃんも引き続きよろしくかも。頼んだかも。もう私はアメちゃん持ってないんすよね。同じかな、一緒回転しただけ。あ、もしかしてハロウィンのガーランドってこれ、このコウモリのやつかな。な、どうした、三つどもえ勝負中ですか何があった、トリックアトリートがめっちゃなんか驚かしよる。アメちゃんをくれない子にはいたずらしちゃうんだから。だってば、ちょっとあなたアメちゃん持ってないじゃない。そんなんじゃ今日の夜を乗り切れないわよ。ちょっと間を目がめちゃくちゃでかくな、怖い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 。しょうがないから私のを少し分けてあげるわ。ありがとう、優しい。これでなんとかなりそうだけど、私が助けてあげられるのはここまでよ。次に会うときは覚悟してね。だってば、優しいね、シャンティ。何やってんの、アイダホ先から。トリックアトリート、アメちゃんを蹴らなきゃいたずらするぞの心あげましょう。あ、三つもくれたん、ありがとう、シャンティ。いい子だな。よし、ちゃんと用意してたってことで、今回は見逃してやる。ありがたくいただくぞ。それじゃあお返しに、ハロウィンの床をやるよ。ハロウィンにぴったりだろ。怖い。シャンティめちゃくちゃ怖いんだが。みんなそれぞれ違うね、ちゃんと顔。サンキューハロウィンの心。サンキューハロウィン、なんだいそれ。なるほどね、みんなで、驚かせ合いしてたのか。かわいいな。めちゃくちゃかわいいな。おさいさんがあんなところに。いや。トリックアトリート。いたずらされたくなかったら、今すぐアメちゃんを出しな、パネ。どうぞ。おさいさん、なんか角だらけになってるよ。やったね。ありがとうな。じゃあ、うちからはこれをあげるよ。今日のために、おお、やった!用意しといたロリポップ、遠慮なくもらっておくれ。あざす。今夜もテンションぶち上げようね。ロリポップゲットしたよ、パンプキング。
いや、あ、その匂い。甘いヤムチャを持ってるカバね。私には分かるんだカバよ。トリックはトリート。さあさあ、早くそれを渡すカバを。どうぞ。ロリポップの匂いは分からないのかい？これは、ハッピーハロウィーン。私の大好物、キングオブお菓子、ロリポップだかぼ。もう待ちきれない。いただきまーす。甘い。ほっぺたが落ちそうかぼ。君、よくやったかぼ。特別なご褒美を授けるかぼ。なんだ？ハロウィンの場所だかぼ。こんなにいいものをあげるんだから、パンプキングに感謝するかぼ。持ってんだな、それが。でも、まだ満足できないかぼね。もっともっとロリポップを食べたいかぼ。またロリポップを見つけ次第、私のところへ持ってくること。働きに見合うご褒美もあげるかぼよ。もしかして種類が違ったりとかするかしら。ハロウィンの馬車。一緒だ。ちょっと渋滞しとるけどいいや。どんだけみんな馬車でやってくるんだろうか。家の中にいるのか、ルーシー。家の中でもちゃんと仮装してるんだね。アイナさん、1ヶ月の間お話ししてなかったんですけど、どうされたんですか？まさか1ヶ月前、私が家の中でカントリーを歌いながら激しく踊っていたのは見られた。何カントリーって。とにかく今日話しかけてくださってすごくホッとしました。これからまたよろしくお願いしますよ。そんな丁寧な挨拶いいんだよ今日。皆さん、ハッピーハロウィン、お待ちしていました。仮装して来てくださった方にはアメちゃんを差し上げてるんです。どうぞお待ちください。あ、逆にありがとう。ハロウィンの夜を楽しんでくださいね、よ。優しいな。え、しかもトリックはトリートって言ってなかった？なのにくれるの？なんていい子なんだ。お、ちゃんと仮装してるね。よう、あいな。俺ら久しぶりに会話するよな。別に喧嘩してたわけじゃなかったと思うが、もしかして俺が忘れてるだけか。ま、どうせ用を足した後は便座は下げろとか、そういうくだらない理由だろうよ。じゃーっと水に流して今まで通り仲良くやろうぜ。ガッハッハ。ね、壁張り直した方がいいよ、大丈夫？来たな、あゆな。今日はハロウィンだからよ。絶対に来ると思って待ってたんだ。ホラーの衣装を身につけたおめえには、アメちゃんをプレゼントだ。これからのご褒美ってやつだな。あれやっけ、室内におる子からは、アメがもらえるんやっけ、基本的に。その調子で今夜のハロウィンをガンガン盛り上げてくれよな、ってか。じゃあ、外にいるのにくれたシャンティはめちゃくちゃ優しいんだな。さあ、誰か。トリック。おう、ピコーン。トリックはトリート。アメちゃんをくださらないといたずらしちゃいますよ、タフン。子供にも角をつけてあげてよ。はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。アイナさんからもらえて嬉しいです。さて、アメちゃんをくださったことですし、お返しにハロウィンの壁を差し上げちゃいますね。さっきもらったのは床やったっけな、誰かに。不思議な一夜を楽しみましょうね、タフン。君たちも楽しみなよ。こんな部屋やった？もしかして部屋入ったことなかったっけ？なんかすごく見たことがない感じなんだけど。ねえ、ビアンカ。ハッピーハロウィン、いらっしゃい、皆さん。なんか個性的だね、格好。わかってるわよ。アメちゃんをもらいに来たんでしょ。はい、どうぞ。ありがとう。それ何の格好？楽しい夜を、素敵ね。ちゃんと繋がっとるね。なんか家の中がめちゃくちゃ色素薄い系女子みたいな感じがする。わかる？私の言いたいこと。ねえ、なんかめっちゃそんな感じせん？トリックアトリート、アメちゃんをくれないと。
いたずらしちゃうよ。あは、どうぞ。はい、キャー、やったー、サンキューアイナちゃん。じゃあ、あたいからのお返しはこれね。ハロウィンのトリックランプのレシピ、遠慮なくもらってね。お、レシピ、ありがとう。知らんやつかな。ハッピーハロウィンだよ。あは、ハロウィンのトリックランプ、お、知らんやつっぽい。ハロウィンのトリックランプのレシピを覚えた。これで全員か。あれ、アンチョビとかあったっけ。私持ってない気がするけど、家にもおらんな。あれ、広場におったのアンチョビやっけ。え、違うよね。シャンティとアイダホとハンナちゃんがおったんよね。あれ、他のメンバーどこっすか。他のメンバーはどこですか。いねえな、こっちの方とか。いや、いねえな。どこに行ったんだい。え、あれよね、こんな日に博物館に入っとるとか、そんなことはないよね。さすがに相変わらず見てるの。うう、びっくりした。トリックトリート、いたずらされたくなかったら今すぐアメちゃんを出しな。あね、どうぞどうぞ。はい、おいしそうなアメちゃんだね。ありがたくもらっとくよ。せっかくだからうちからもお返しさせてよ。ハロウィンのタワーのレシピ、最下ながら感謝の気持ちってことで。ハロウィンのタワー、レシピは知らんのかな。ハッピーハロウィンパネ。で、ハロウィンのタワーってこれのことやろ。物は持っとんやけど、自分では作れんかったんかな。あ、知らんかったっぽい。ふんふん、ハロウィンのタワーのレシピを覚えた。オッケー。もしやアメちゃんを渡したのか。え、なんかピコーンってなった。クリックトリート、アメちゃんをくれなきゃいたずらするぞの心、どうぞ。はい、なんだ、ちゃんと準備してたのか。オイラの渾身のいたずらでびっくりさせたかったんだけどな。じゃあ次はもう持ってないけんさ、いたずらしていいよ。ハロウィンのランタンのレシピ、これを作りゃハロウィンがさらに盛り上がること間違いなしってか。アイダホの格好めっちゃ可愛いんだけど。ね、えへ、ハロウィン万歳の心。私はもう持ってないんだよ。持ってないんだってば。めちゃくちゃキラキラしているけれども、トリックトリート、アメちゃんをくれない子にはいたずらしちゃうんだから。だってば、持ってないです。ちょっとちょっと、あなたアメちゃんは持ってないじゃない。それじゃあこっちからいたずらもできないわね。今からでもアメちゃんもらえるところがあると思うから、いろいろ回ってみたらどうかしら。一夜限りのハロウィンなんだから、あなたも一緒に楽しみましょう。だってば。なんかすごくたしなめられてしまったのだが、え、もともと持ってなかったらいたずらはされないの。あんまり調子に乗ってると怖くなって眠れなくなっても知らないからな、の心。なるほど、持ってなかったら持ってなかったら何もされないんすね。そういうことなんですね。次は誰を脅かしてやろうかな。せっかくのハロウィンだし、思い切りいたずらしちゃうよ、パネ。ねえ、アンチョビがどこにもいないんだけど、マジでなぜ。どうしていないんすか。はあ、脅かすのも脅かされるのも超楽しいよ。あとアメちゃんがもらえるのもポイント高いと思わない。ハロウィン最高。は、脅かすって私もできたっけ。どれでやるんやっけ。全然違う。これか。違う。どれだ、これか。あ、これや。できるできる。うわぁ。え、間違えた。ウキウキ。は、
うわー、怖がらせ合い。え、かわいい、めちゃくちゃかわいい。いいね。これをさっき3人がお互いに、ねえねえ、パンピキングにやったらどうなる、ね、こっち見てくれるねえってば。うわ、めっちゃ笑われたんだけど。え、こっちは、あ、こっちこっちこっち。あ、待って待って、パンプキング、ねってばねってばねってば、ほら、めっちゃ笑われるんだな。なるほど。なるほど、まあ、確かに怖がりませんか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まああれやね、最悪アメちゃん一個も持たずにスタートしたとしてもできるっていうのがめちゃくちゃいい気がする。準備しとけとは言われよったけどね、なくても大丈夫。